で宮下公園前あたりでおります。 LINE が1日100件200件来るんでその辺を全部返しますはい、やっぱできる人ってみんなレス早いなって感じがするんで、サロンワーク中も1人切ったら携帯見て全部返してまた切りって1人返してみたいな放置はしないように。あ、この辺でおります。はい、ありがとうございます。朝やることはその日のタスク整理をしてます。あと毎日こう動いたものと今後やっていくことを全部整理します。はい、何か思いつきました？めちゃ思いつきました。なんか朝起きて脳が回り出した瞬間に一番最初に考え出したことって結構重要なことで、それを風呂場で携帯でまとめて今整理する感じです。その日のシーンによってなんか営業の時と打ち合わせ多い時もありますし、あとはテンションですね。今日のテンションはイケイケな感じですね今日の営業はどうですか？営業は多分そうですね、お客様で席がなくなるかなっていうのがあるんで、まあ戦争ですよね、おそらくなんでやっぱ170人かな去年の中の5人なんで、なんか美容学生トップ5ぐらいの子たちだなと思ってんで、なんかもっとがむしゃらにやってほしいですね。なんかできないのを当たり前と感じてほしいですし、できないことに悔やまないでほしいなって、そんな期待してねえぞっつって徐々に解放してきましたけど、なんかうちの理念が解放と競争と最高っていうこの3つのワードを置いてるんで、なんかこっち美容師側が解放してないとお客さんって解放できないなって思いますし、あとはまあ全ての仕事って競争するもんだなっていう、セルってよりは一緒に作っていくじゃないですけど、あとは最高な人と最高な仕事をして最高だと思える結果をやってこうっつって、最高かよですよなんか目まぐるしくやっぱ変化するんで、その情勢もそうですし、あとサロンもサロン事業とプロダクト事業と、あともう一個の携帯のサロン事業と、あとオンライン事業とって、なんかいろいろこう全部動いてて、あとは社内に部署が6個あるんですけど、その辺も日々こう回ってるんで、なんかそこ全部管理して頭ごちゃごちゃです全然お風呂何度ですか？お風呂は37度ぐらいですか。ぬるめです。朝ごはん食べないですか？ご飯食べないんですよ、一日一食しか、夜だけです。なんか習慣っていうのもあるんですけど、なんか食べると内臓が機能しだすじゃないですか、おそらく頭の回転が悪くなるなって思っちゃうんで、なるべく休息させてる感じで、で夜食べて寝る間に
内臓を動かして起きてる時間はなるべくみたいな。そうですね、なんかシンプルに僕病は気からってすごい信じてて、だから自分のストレスとか、まあ、心技体じゃないですけど、やっぱそこを整えるって、まあ、サウナ、ジム、体で言うとサウナ、ジムですし、食生活で言うと、まあ、一食あとはこう常に自分を整理 しておくじゃないですけど、なんか人間でうんちするじゃないですか。それと一緒でインプットしたものは出す、その日のうちに出さないとなんか濁っていくと思うんで、だから今めちゃくちゃクリアです。けど朝その風呂でまとめたことがインプットされてるじゃないですか。それでまた濁ってるんで、そのまま仕事行きたくないんで、今こう整理してまたフラットにしてから行くみたいな。山です。山です。密すぎる。やりましょう。はい。お願いします。皆さんおはようございます。おはようございます。同式でやったか水村浩二。はい。やりにくさマックス。新卒決まりました。シャー。さっさっさっさい。京都水村さんが昨日契約をしてきてくださって、はい、どうも来ました。来年に対する、まあ、まずその自己実現な部分をリスニング共有 したいと、なんかそれに対しての成長っていうのは多分マネ会が持ってくるところだと思うんですよ。あとは視野を広くってところが一番大事かもね。会社としては乗れます。個人として行ってきましょう。今日は気合入ってますね。気合入ってますね。入ってるよ。もちろん渋谷のメンバーが名古屋に行ってるっていうのもあるんですけど、まあ渋谷にちょっと活を入れたいなとちょっと思ってます。自発的なアクションっていうのが渋谷のがないで、俺はもうシンプルサンプルも書きました。僕が手書きで。すごい。で、なんか思ったのがやっぱり中村さんと米田さんとかってこう練習は直接的に見れないと思うんで、その子の熱意っていうものを難しいじゃないですか。営業の中でしか見れないと思うんで、まあ、これを埋めることによって、まあ、中村さんと米田さんが見れるあの社長室の位置に保管しておくので、うん、てかもう空気感久々に悪すぎて、悪いっていうかなんかやる気あんのみたいな、うん、ゴールドの変化に対してなんかそれをポジティブに受け止めれない人がなんかフロア見てて多いなみたいな。楽しいをいただこうとしてるスタッフ、はい、お前が作れ。友達切るから修練ってない僕なしだと思うんだけど、なんかその辺がまた曖昧になってんじゃないかなって。スタイリストに言って、じゃあ週に1回友達を好きなだけ呼んでいい日を決めればいいんじゃないみたいな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あの今日高校生はやっぱ騒ごうと送るよう一瞬だよ。Thank you.
けど、まあ、この子なんかちょっと、はい、人生の名言としてお願いします。けどまだまだまだでしょ、そんなこと考えない。今ちょっと次にまだまだ今はそんだけよ。プレゼントめっちゃ悩むよ。悩む。ねえ、ない。はい、物じゃなくて。物の値段とか。じゃなくて。気持ち。黙れ。ソーリーメン。食べたいです。それ言ったわけだ。お疲れ様でした。結構頑張ってて。めちゃくちゃ面白いじゃん。なんだっけ、前言ってたさ、ザ・マックス。いやいやね、あれさ、わかる。逆に最強最強の今日めっちゃ楽しいですね、やっぱこれこの感じやっぱ声優らしくなった感じありますよ、先生、今日はめっちゃ楽しいですね、やっぱどこかよ、久々にそれ素で普通の聞きましたわネタとかで普通の素の最高回久々に聞きました。最高回